は四国中部にあるタイダルリバー。 2,3 日降り続いた雨による濁りもきつい。さらにゴールデンウィーク直後のハイプレッシャーな悪条件の中撮影は行われた。まさにテクニックが要求されるシビアなコンディションだ。今回この場所を訪れたのは高橋正樹。豊富な実況経験に基づく野生の勘をベースに的確にバスを探し出すトップアングラーだ。彼はメガバスのフィッシングコミュニケーターとして活躍する一方、センスオブワイルドの代表兼デザイナーでもある。ちょっとひどい。まあだから、まあ、一つ考えられるのはやっぱり、まあ、ストラクチャーにタイトについてるっていうこと、うん、でやっぱりあんだけ降るとどうしても流れも出るもんですから、流されてるバスも多いと思うんですよね。で多分口使わないバスの方が今日の時点では多いかなと。でそういったやつはやっぱり大きいストラクチャーに身を寄せたがるもんですから、そのまあこういった橋脚などの大きいストラクチャーをこうタイトにきっちり打ってって、でもう一つはこの流れが影響しにくい、まあ、逆ワンドですとか、まあ、ちょっと入り組んだような水路みたいなところに多分魚が集まってると思うんで、そういったところがチェックしながら、やっていきたいと思います。わかりました。マジで今回はちょっとやばいかも。高橋が選んだのは最下流部に位置するワンド。本流の流れを直接受けにくいエリアだ。まずは MRX グリフォンで攻める。ちょっとこれは多分食わんな。どう考えても、いいのこれ。おお、やばい。これ逃げんな。ちょっと待てよ。後ろから食っとるんで、結構これ引っ張っちゃうと口切れしちゃうんですよね。もう口掛けですか、魚を取るためには。いいじゃないですか。来たで。これ低いもんですから、後ろからついばむような当たりで食うんですね。だからギアフックにかかる。で、そういう時はもう
最初からグラスのロッドを使うことをやっぱりお勧めしますね。それはちょっとなぜかっていうのは後から詳しく説明します。 Thank you。 それにしても汚ねえなこれ。まあ、この MR グリフォンで撮ったんですけども、同じ場所をですね3投したんですね。で1投目はもう、ある程度やっぱタイトに狙ったんですけど食わなくて、2投でもさらにこうストラクチャーにタイトに狙ったんですね。でそれでも食わなかった。で最後にこのど真ん中、枝がこう一番入り組んでるところにこのクランクを当てながらこう巻いてきたんですけど、それで初めて食いました。ということは、ストラクチャーにもろにタイトにいて、でそこから、少しでも離れてしまうと食わない魚だったんですね。でなんでこのグリフォン MR を、使用したかっていうと、SR に比べてある程度やっぱりリップがあります。ということは深く潜ります。でこの今キャストしたところが高かったもんですから、リップがちょっと浅すぎるとやっぱり浮いてきちゃうんですね。だからしっかりこの、高さもあって、あのストラクチャーにタイトに打てるようなクランクっていうことで、MR グリフォンを使用しました。今の魚を狙うのにあたってグラスを使用した理由が2つだけあります。それはなぜかっていうと、1つはあのストラクチャーに当てたいんですね、ルアー自体を。だから、男性の低いグラスを使うことによって、タッチ率が緩くなるもんですから寝掛かりにくいんですよ。だからこのグラスを使ったことが一つで、そしてもう一つは魚をかけた時にバラしにくい。なぜかっていうと、まあ、後ろから食う魚が多いっていうんですかね。結局ハイシーズンっていうのはこうクランクがこう来て回り込んでパクってくるんですよ。でもこの時期っていうのは後ろからスポッてするんですよね、まだ水温が低いから。だからそれでこう食った魚に関してはカーボンとかでかけてやればかけれるんですけど、グラスっていうのは、ついばんだやつにももう口に入ってるルアーが口の中に入ってる時間が長いもんですからかかっちゃう。だからグラスを使用しました。まあ、今回ですね、あのこんな感じで3種類選んだんですけども、なぜ最初からこの3種類を選んだかっていうと、やっぱり水が濁ってるっていうことで、バスに発見してもらわないといけないんですね。だから、ウォブリング系のクランクを3つ、水深別にセレクトしてみました。でベイビーグリフォン、MR で一番、水押しの強い、サイクロンっていう感じでセレクトしたんですけども、でその中でも一番最初、まあ、MR をセレクトした理由は、やっぱり流れがあるところっていうのはその流れが出ることによってこうそこに沈殿してた、ゴミとかが浮くんですね。でさっきもよく引っかかってきちゃったもんですから、それが、ショートリップですとどうしてもそのゴミを拾いやすい。だからある程度のリップの長さのあるこの MR っていうのをセレクトしたのも一つの理由です。先ほどと同じ本流からの流れの影響を受けにくいワンドを探し攻める高橋。
高橋は少しでも水質がいいエリアを探して移動を繰り返し打っていったが、その後バイトはなかった。ちょっと水の色はここだけいいんだけどな。めっちゃいそうだけどな。川は一匹しかバスがいません。2日目は朝から雨。昨日よりさらに状況は悪化している。まずは前日チェックできなかった最下流部を探る。雨が降っているため競争を意識したバスがいないかと期待し、ジャイアントドッグ X で打ってみる。海岸行ってみましょう。バスがいいね。300メートル上流の対岸へと移動してきた。昨日は反応のなかったエリアだが、高橋は気になっているようだ。昨日夜は水がいい。おー、でかいでかい。あー、暴れた。うわーうわー、でかかったっすね、今。空気はありますよ。はぁ、あれもバスですもんね。ほら、あれバス。うん、さっきからいますもんね、あれ。ちょっと、いや、どうしようかな。あ、ちょっと、こっちを、多分。ポップ X とかで釣れるんじゃない？見えます？トさん、こんにちはとかないのかな。高橋の頭にはポップ X で撮るイメージが浮かんだようだ。一旦車に戻り、タックルを準備し直す。雨もやみ、気温が急激に上昇してきた。バスがいたエリアはワンド状になっており、岸にはゴロタイシが点在している。アシの生育も早く、水温の上昇が早い。日も差してきた。ポップ X をバスがいたコーナーにキャスト。高橋のイメージ通りにバイトしてくるのだろうか。バイト。狙い通り、三重バスをポップ X にバイトさせた。ポップ X。
車帰った甲斐があったでしょ。よし、こういう魚取ってって心配なんですわ。うれしい。開始。やっぱり、まあ、スポーニングは多分終わってます。今回このフィールドに来て3本ぐらい、1本バラして1本こう、ミスで取れなかったんですけど、やっぱり魚が見えるようになったんですね。でやっぱりシャローに刺してきてるなっていうのはすごい感じました。でこの時期っていうのはどうしても、バスがスポーニング行動、スポーニングっていうこう一大イベントを終えてですね、テリトリー意識が強くなってたんですけども、そのこう依存じゃないですけど、回復してもある程度やっぱりこうそのスポーニングっていうこうなんていうんですかね、産卵行動のこう意識がまだ残ってるんですね。だからテリトリー意識があってああやって多分クルーズしてたと思うんですけど、それをこう移動距離の少ないポップ X で、ああいう魚っていうのはこうルアーを動かしすぎちゃうと絶対食わないんですね。だから一箇所でいかにこう移動距離を短くして食わせるか、だからこのポップ X だったんですよ。で車まで取りに行った甲斐がありました。しかもラインは新品みたいな、はい、ここで食わしてもな、魚だった。鳥肌立った。ほんま真っ黒。見ました。真っ黒。いや魚だったのにな。ナマズですね。今のはナマズですわ。ちょうど下になんか流木みたいなのが沈んでるんですよ、レイダウンが。今のはナマズだ。なんだ、インレットをワンドパターンでこう通してたんですけど、今回はストレートだな。こうカーブしとるところよりも直線的な水通しのいいところに魚が動いてます。完全にやっぱもう回復してきてるんでしょうね。水通しっていうのはやっぱメインにパターンとして組んでったのがいいのかな。でこういう見て分かると思うんですけど、リップラップとかテトラとかってやっぱり流れの強いところに入れるんで、そういったところを中心にこれから探してみます。移動しようとした高橋だったが、天候が急変、雨が降り出し風もかなり強くなってきた。めっちゃ降ってきましたね。天気悪いね。めちゃくちゃ悪いですわ。ちょっと
っときますか。日焼けで、まあ結構いい魚がいるっていう情報を得たんで、最後そっちで決めて、多分これ以上いいコンディションっていうのはなってこないと思うんで、あまり時間かけても、はい、パッパとパッパと、抜けて、いいとこだけ打って、抜けの、で決めに行きましょう。決めよう。高橋は風の影響を避けて山間部の野池へとやってきた。雨もようやく止んだ。まずはリンバランバを打っていく。活性の高いバスがいれば何らかの反応があるはずだ。バイト。リンバランバの強烈なアピール力がバスに口を使わせたのだ。川から野池へのフィールド変更。ビッグバスに狙いを絞ったリンバランバのチョイス。高橋の読みが全て当たった結果得られた一本だ。野池最高、すごい、ええー、魚ですね。ちょっと大きいですけど、やっぱり折るとしたらあのオーバーハングか、あの岬か、まあこっちのオーバーハングの下しかいないんですよね。でここ、こっちがちょっと一通り見たんですけど、魚はまあちらほらいたんですけど、サイズがちっちゃかったもんですから、じゃあまああとはこっちはもう何ですか、岸からもうすぐなもんですから、やっぱプレッシャーがかかってくるんで、まあある程度つくとしたらああいうちょっと出っ張ったところにこう絡めながらこの XS を通したら一発でした。で、まあ、ポップ X、まあ、さっきの川が僕はあの回復の魚を狙ったのに対して、今回の魚はプリなんで、やっぱり、まあ、レンジですよね。ちょうどこのレンジとバスが追ってきたレンジが一緒だったじゃないですか。それが多分あったんでしょうね。それがこの結果がに繋がったと思います。10月、広島県芦田川。ここは近年話題になっているメジャーフィールドで、平日でも多くのアングラーが訪れる。それゆえプレッシャーも年々高くなっている。秋の陣ですよ。まあ、でも外はこんだけ寒いですけど、水の中はそんなに寒くなってないですからね。波乗りやってるとすごい分かります。あ、はあ、そりゃそうやね。こう着替えるまでがすっごい嫌なんですよ。入ったら余裕。分かる分かる、めっちゃ分かるわ。寒いとか
誰かが着替え出すまで待ってるみたいな。多分水温でまだ20度ぐらいはあると思うんで、ちょうど魚の動きも多分そんな悪くないと思いますし、まあ、まあメジャーフィールド芦田川ってことで、あとはプレッシャーかな。やっぱり昨日の夜到着してちょっと釣りやったんですけど、人もすごくてですね、入れ替わり立ち替わり人が入ってます。夜釣りで、しかも自分でやろうとしました。自分も。まあそれをちょっとくぐり抜けながら、まあ大きなフィールドなもんですから、この、まあ、メジャーポイントもまずはやってみて、それからちょっと自分だけがこう見つけれるような場所を探しながら、やっていきたいと思います。広いフィールドを探っていくにはハードベイトでも手返しの速いものが有効である。高橋はシャローに上がってきている活性の高いバスを意識してバズベイトを選んだ。水中のストラクチャーやウィード、ブレイクラインなどを通していく。うわ、でっけえ、でっけえ、うっそー。ミスバイト。もう一度同じコースを通す高橋。しかし反応がない。しまった。席がちょっとした席があるんですよ、そこになんか溜まっとって。一瞬水面から飛び出る魚体、体の厚みがコンディションの良さを物語っている。モロターンですね。モロターン。川でターンってあんま良くないんですけどね。あんまないんですよ。あんま関係ないんですけど、水が悪い。おはようございます。釣れました？ダメですか？下流の西岸側、小見の実の上流のリップラップの方で数倍だったんですけど、はい、あ、そうなんですか。こっち側に来てからは良くないですか？良くないですね。2個橋上の中なんとかってさ、2個橋上のなんつってましたっけ。お、で、釣れた。スモースモのモーニングバイトで、今度はフックアップしたがサイズが小さい。水の動きが少ないエリア、さまざまな可能性を求めて高橋はチェックしていく。
ボディウォーターが当たる橋脚。条件がいいストラクチャーのはずなのだが反応はない。人的プレッシャーのせいなのだろうか。高橋はこの川に見切りをつけ他のフィールドを探すことにした。よう走りましたね。さっきとは風景がガラッと変わって、下流部が全く釣れず、中流部もやったんですけど全く釣れず、まあ、一番上流部から新たなスタートをしたいと思います。フィールドの状況を探るためにまずはリンバランバをキャストした。バスがリンバランバを追ってきた。同じサイズやな。かわいいね君、けなげだね。おバスが来たぞ。多分追ってきたけどちっちゃいな多分。結構来てますね人。はあ、モロシカとかよ。ワンテンです。竿が勝て。流れが当たる対岸にバスの群れを発見。スピナーベイトをキャスト。反応がないため今度はワンテンをキャスト。バスの向こうに着水させ目の前を通す。バイト、あっさり口を使ってきた。明らかにワンテンの反応がいい。満点かもしれない。バックウォーターこれだけ反応がちゃいますね。ここ数日でやっぱ暑かったんで、また行こう。よいしょ。スピナーベイトに反応がなかった対岸に今度はリンバランバをキャスト。
満点です。次は満点。高橋はこの対岸がどうしても気になるようだ。お、やってる。これはでかい。再びワンテンをキャストしようとしたとき、対岸でボイル。やはりバスはいた。よし。さあどのぐらいだ。軽くなったぞ。手前に走ってきてます。よし。うっ。うっ。速攻。速攻。魚や。うら。来たね。やっぱワンテンすごいですね。ああトントンガーッと巻いたらスコーンって入った、真っ黒。ベイトフィッシュを追いかけ回していたグッドサイズのバスだ。ボイル直後はサーフェイスより水面直下を泳ぐルアーが有効。今回は見事にはまった。安定釣れるね。釣れますね。安定釣れる。反応が違う。違います。ほんとちょっとしたタイミングなんですけどね。であのまま多分向こう行って、あ釣れねえやって戻ったらあれに出会わなかったわけですから。ほんとちょっとしたことなんですよ。なるほどね。はい。だからやっぱり一番こういい場所っていうのがやっぱそのエリア、そのエリアで多分あると思うんで、そこは何回か入り直すっていうのはもう鉄則ですね。さっき散々バズベイトとかビッグベイトとか投げたんですよ。で全く釣れなくて、本当にものの5分とか10分ぐらいですよね。でもうすぐなんか多分ベイトがちょちょっと出たことによってスイッチが入って、それにタイミング合わせてワンテンをキャストした。このワンテンっていうのが一番こう、それが良かったのかもしれない。これベイト追ってるって時っていうのはよくトップ投げる場合とか多いんですけど、結構もう持っちゃった後なんでトップってできれないんですよね。でその周りにおるいいサイズのこうちょっと深い水深におるやつはそのこぼれてくるのを見て待ってるんで、それをこのワンテンっていうのはやっぱある程度潜るじゃないですか。水面とはやっぱりちょっと違う世界なんで、その推進を通してやったことが今のビッグサイズにこうビッグサイズを取れた一つの要因かなと思います。高橋は他の活性の高いバスを意識してジャイアントドッグ X にローテーションした。ここで出んの？ここで出んかったら出るとこないよバス君。電化や出たんだ。狂ってきた。あと一本取っときてえな、デッキでの。ちょっとした地形の変化も見逃さず狙って打っていく。出た。そんな大きくないですよ。ああ、まあやっぱり深みにはいますね。
いい時間だけどな。あそこは臭いね。ああいうのを取らなか。ああいうのをちゃんと取らんと。グッドサイズのバスを見つけた。ベイトフィッシュのサイズが小さいことを確認した高橋は、シルエットの小さいスライドシンカーコアユをチョイス。あれ、全部すっこ抜ける。40くらいありますよ。ちょっとワンテンを。吸い込んだがミスバイト。ワンテンでフォローを入れる。めっちゃ大分乗るやん。何あれ。一番いいやつがどっか行っちゃった。あれ、食うやつがどっか行っちゃったじゃん。くそ。インレッドの絡んだ対岸にキャストした瞬間、バイト。よう引くね、変わんないな、流進だから。うわー、バレんな、でかいよ。すげえ、丸のみ。スライドシンカー怖いです。これはもうバレンスは、うん、痩せてらっしゃるね。君細いね。そりゃ餌食いたいわ。見てこれ、じゃあ、さっきから上から見てたらベイトがすごいちっちゃいんで、こういうちっちゃい系に変えた方のが反応が良くなってきましたね。よし、スライドシンカー、こういうシャローに刺してましたね。持ってくるの見えました。はい、バックウォーク打撃です。正解。じゃじゃん。はい、朝からテンション高めの高橋正樹です。おはようございます。2日目の朝なんですけども、まあ昨日とはちょっと打って変わって、朝一ですね、霧がすごくてですね、全くこう釣りができる状態じゃなくて、1時間半から2時間ぐらいですかね、まあ遅めのスタートになったんですけども、まあおかっぱりなもんですから、やるところが限られてきてるんですね。だからまあ2箇所のこう川筋のまあバックウォーターと呼ばれるところしかないもんですから、まあ今回も今日は昨日比較的良かった場所からスタートして、チェック入れながらいい魚を取っていけたらなと思います。まあなんせ昨日僕自身が相当叩いてるんで、その中からまたこう引き出してこないといけないもんですから、やっぱりただ普通に攻めてるだけじゃ食わないと思うんですよね。だからその自分が釣っていく中でこう新しい何かっていうのを発見しながらできたらなと思います。やってみますか。いきましょう。まずは昨日パターンをつかんだ小鮎からキャストする。次は見えバスにワンテンをキャスト。コアユとワンテンで組み立てていく。
湾点にバスが近づく。反転してしまった。水がクリアすぎて見切られたようだ。だよね、俺が昨日釣った魚かな。あれね、魚の動きを観察してもらうとよくわかると思うんですけど、こうシャローにこうフラフラって入ってきてるんですね。で、角度がだいたいこう水面に向かって45度ぐらい、こうやってスーって動いてる魚って結構目にすると思うんですけど、斜めに。ああいう魚ってフィーディングの魚なんで結構食いやすいんですよ。で、今のを食わなかったのは、まあ、やっぱりこんだけクリアなのと、どうしてもプレッシャーがかかってるもんですから食わなかったんであれだったんですけど、あのフィールドに出てですね、そういった魚がもしいたら、まずキャストしてみる。で、そのバスの前とかにキャストするんじゃなくて、こうちょっと離れたところにキャストしてあげて、こう自然とその魚の前に行くような形のキャストが一番理想です。ぜひ試してみます。食わねえな。やっぱりこういったプールっていうのは、まあ朝一ちょっと多分水温が冷たいんでこう出てこないかもしれないですけど、後からちょっと日が昇って、暑くなってこれば間違いなく刺してくるんで、また後から入り直すっていうのが重要ですね。一回入ったけど釣れなかったらもう入れないんじゃなくて、必ず魚を動くタイミングっていうのがあるもんですから、でそれが通い慣れたフィールドであれば、ある程度わかると思うんですけど、やっぱり初めてのフィールドとかってわかんないと思うんですね。そういった時はなんか例えば雨が降ったりだとか風が吹いたりだとか、こう流れが強くなったり弱くなったり、まあ、イコール潮の満ち引きとかも関係するんですけど、そういった変化によって動いてやる。そこで初めて魚もやっぱり何かしら行動を起こすんで、そういったタイミングで動いてやるといいですね。ここは昨日バスをキャッチしたフィーディングエリアである。あそこで電かったら電なんで、あそこかっていうと、ちょうど、まあ、流れがこう出てるんですけど、こっち側も一応こう浅瀬になってるんですね。で、向こう側もやっぱり浅瀬になってるんですよ。こっち側っていうのはやっぱ人間、人が通るもんですから、プレッシャーも高くて魚もまあこう居づらい。だからこうキャストが一番なんていうんですかね、届かない場所のせいに、こうちょうどなんていうんですか、山からの岬になってて、ある程度フラットになってるっていうのがこう予想されるんで、ああいったところで餌をフィーディングするんですね。だからあそこの一番いいところで、もちろんこう流れも当たっててこう跳ね返る、こう渦を巻くエリアで一番いいところでやっぱり釣れないんで、まあ次行った方がいいのかなっていう自分の中で判断して動く。もしくは、まあ、あそこの、まあ、昨日釣ったところの岬ですよね。地質が砂地に変化しているスポットにジャイアントドッグ X をキャスト。岩の横を通す。
せやしてますけど。最強っすね。地質の変化と岩が絡む好条件のスポットでのバイトだった。で、まあやっぱりこういう流れがあるっていうところはどうしてもまあ上流から下流に流れてますよね。で、こっちもさっき言ったように浅瀬になってて、向こうも浅瀬になってる。で、見ていただくと分かると思うんですけど、ここまでがこう岩なんですよね。で、あそこからちょっと砂礫の絡んだ、なんて言うんですか、あれなんて言うんだろう、砂地？砂地？まあビーチでいいですわ。ビーチ。ビーチがあるんですよ。で、まあ素材が変わってることが言いたいんですけど。これビーチ。ビーチ。で、狙ったコースっていうのがやっぱり岩絡み。で、ちょうど反転流の巻いてるところのこの一番いいストレート。で、バスとしてはこうベイトが追ってきて岩に向かってこう追い込めば、追い込みやすいですよね。だからそのコースをこう通してやったらやっぱり出ましたね。で、こういう変化っていうのはやっぱり魚もつきやすいですし、魚が食ってくる可能性も高いです。まあ、肝はビーチね。バスを見つけた高橋、ワンテンをキャストする。バスがぴったりついてくる。ついてきただけだった。あかんな。先ほどの砂地に岩場が絡むエリアに入り直す高橋。今度はディープ X200 で攻める。今度も岩の横に通す。お、食った。手におった岩の下か。入り直して取ったバス、高橋の読みが当たった。あんまりこういうところで多分クランクやる人はいないですよね。でもこのディープ X は引っかからないかために投げれるんですよ、こういうところでも。だから上回り出てこないやつをこう岩を舐めるような感じでこう巻いてくると出てきた。はい、下だな。上流パス。やっぱまあ水温の低下と減衰によってやっぱ魚が下がってんでしょうね、うん、で、こう目で確認してやっぱり釣れるエリアっていうのはなんだかんだこうバスの魚影が見えるんで、まあ、そういうとこを探してあげて、いなかったらもうパスしてあげて、もちろん釣ってみるのもいいんですけど、まあ、確認のために。で、今回も釣ってみてやっぱこういないっていうのが分かったんで下流に行きます。
全然ダメだね。子供たちに声をかけられる高橋。釣れた。足声援が効いたか。痩せとるけどでかい。ういうい、ゲル痩せ。長さはかなりありますよ。イエーイ。ギャラリーの前で見事に釣り上げた。ブラックバス。やっぱギャラリーがいるといいっすね。ゲル痩せですけど水面まで出てきた。よっしゃね。なんかバーストあれいくつだったかな、 3?3 の池で釣ったような46か。結構長さはあるんですけどね。とりあえずですね。うわ冷てえな水が。水面まで出ることは分かったんで、やっぱり徐々にこう水がクリアになってきてるんですね。減水プラスだからもう普通にこう例えば昨日みたいにワンテンとか八丸とかで通しても完全に見切られてる。だからもういろいろやった上流からやってきたんですけど、もう全く反応もしなくて、まあ、魚もいなかったっていうのもあるんですけど、やっぱり水温が一気に下がってもこう水面まで出てこれるやつはおるんで、それが一つちょっとヒントになりそうな気がします。だからまあ夕方もうちょっとあの温まれば、温まってこればこんなね春みたいなやつ、春後の魚じゃなくて春みたいなやつを狙っていきますよ。別の川筋のバックウォーターに到着。ここは高橋が朝から狙っていたが、多くのアングラーがひっきりなしに入っていたため今まで狙うことができなかったエリア。夕方になりようやくチャンスが回ってきた。やばいやばい。あルアーに襲いかかるバス。よし、これはいいサイズだ。ほら、よし、でか出した。すごいでか出した。ほら最後の最後に来たって。ああ長かったこれ。ああやっぱり最後に頼ったのはジャイアントっすね。ちょっと洗いますわ一回。超嬉しい。これサイズじゃないんですよこれ。うわ超嬉しいこれ。結構長いですね。はあ、綺麗な魚ですけどね。バイト、サイズともに文句なし、会心の一本だ。